どうも、江戸です。さあ、ということで、今日はですね、一つ報告があって動画を撮らせていただいております。この感じで動画撮るの、結構久しぶりだな。なんと、江戸ですね、今回、音声サークルを立ち上げました。音声サークルが何かという話ですね。ダウンロードサイトって皆さんご存知ですかね ?DL サイトって読むんですか?読み方ちょっとわからないんですけど、まあドラマ CD とかね、いっぱい販売したりとかしてる、大手のサイトなんですけれども、そちらの方でサークルをね、立ち上げることにしました。はい。ボイストリップという名前で今後、サークル活動をしていきます。まあその第一発目として、一本目のドラマ CD が今日から販売されております。皆さんぜひ概要欄の方をチェックしてほしいんですけれども、僕が脚本、声優、編集、まあ、全部一人で、作ったドラマ CD となっております。大変だった。めちゃめちゃ大変だった。初めてね、バイノーラルマイクをちょっとね、スタジオでお借りして、使ってみたりとか、まあ、編集とかもね、まあ、いつもの YouTube のボイスドラマよりも凝ってみたりとか、結構いろいろ大変だったとこもあったんですけれども、まあ、無事にね、完成したということで、今日から販売開始でございます。普段、江戸のボイスドラマ聞いてくださってる方はね、絶対喜んでもらえるものになってると思いますので、それでまあ今後ですね、じゃあボイストリップで何をやっていくのかという話なんですけれども、まあ本当にドラマ CD をたくさん作っていきます。で、そのドラマ CD は僕が声優を務めないものもたくさん出していこうというふうに考えてます。というか出していきます。まあもちろん、江戸が声優を今回みたいに務めるパターンもありますし、僕が脚本だけを担当して他の方にお願いして出てもらったりとか、まあ逆に脚本を他の人に頼んで、まあ僕が声優をやったりするパターンももしかしたらあるかもしれないし、まあそういうふうにですね、いろいろなパターンでドラマ CD というものをこのボイストリップでは、作っていきたいなと思っております。まあね、まあ僕も YouTube 始めても3年半とかかな。うん、そんくらい経つんですけれども、まあ、いろいろやらせていただきました。まあもちろん自分の動画はね、脚本から全部一人でやってて、もう1000本近く出してきたんじゃないかな。まあ、消しちゃった動画とかも含めると、サブチャンネルとか含めたらもっとになるけどね。まあそのくらいの本数を出させてもらって、まあ最近ではですね、他のチャンネルで、脚本を提供させてもらったりとか、ナレーションとかね、キャラクターボイスとかのお仕事をいただいたりとか、自分のこのボイスドラマを作るっていう活動から、ちょっと離れたところでもね、いろいろお仕事をさせていただくようになって、もう一個次のステージに行きたいなっていう、江戸の成長願望でございます。結論を言うと、音声サークルを立ち上げたのは、江戸の成長願望です。本当にこの何年間もやってきて思ったのは、作品を作るってすごい、楽しいんですよね。もちろん、表に出る人として何かをするっていうのもすごい楽しいんだけど、脚本書いたりとか、編集したりとか、何かディレクションしたりとか、そういう裏方も、まあ、ごめん、ちょっと裏方っていうのがちょっと適切な言い方かわかんないんだけど、まあ、そういう出役じゃない部分の役回りも、自分は等しく楽しめる人間なんだなっていうことに気づいたんですよ。この何年間で。まあ、もともとね、そんな目立ちたがりじゃないっていうのもあるんですけど、自分にとっては、皆さんに、たくさんの人々に人をね、喜ばせられる作品、感情をこう、かき混ぜられるような作品を作るっていうのが一番で、そのためにできることだったら、役回りは別に何であってもいいなっていう感じなんですよ。それが声をやる人でもいいし、脚本でもいいし、編集でもいいし、どれであっても幸福度は、まあ、自分の中ではそんな変わらないなっていうのがあって、まあ、今回音声サークルっていうのを立ち上げて、自分がね、出役をやるっていうのはもちろんなんですけど、まあ、それ以外の脚本を書いて、他の人にお渡しして、こういう風に演じてくださいと。で、一緒により良い作品を作っていきましょうっていうね。まあそういう出役じゃない部分も、やってみたいなっていう風に思ってですね、今回こういうボイストリップっていうものを立ち上げました。本当にね、江戸とか関係なく、もういろんな人に、より多くの人に作品を届けたいという一心で、このボイストリップは運営していきたいなと思っております。あ、くれぐれもね、先に言っておくと、YouTube ガンガンやりますからね。これからも。YouTube とかも今まで通りやりつつ、江戸もね、まあ今年で、51ですから。この前51歳になりましたから、まあ50代のね、新しい挑戦かなということで、やってみたいなと思っています。楽しくね。そう。だからその、誕生日だったんですよ。この前。
6月末に誕生日だったんですけれども、まあ、特に生配信とかもやらなかったんでね、ぜひ皆さん、誕生日プレゼントだと思って、ドラマ CD 買ってください。ほら、生配信とかでさ、みんな、誕生日とかあったらさ、スパチャとか投げるじゃないですか。そうじゃなくても、友達の誕生日ってなったらね、1000円くらいでこう誕生日プレゼント買って渡したりとかするでしょ？この誕生日プレゼント違いますよ。1000円投げたら、物もちゃんときますからね。こんないい誕生日の祝い方ないですよ、皆さん。1000円投げたら、ちゃんとそれ相応の商品も来るプラスお祝いにもなりますからね。皆さん、ぜひ僕の51歳の誕生日をね、ちょっと祝ってください。ということで、概要欄の方に、今回発売したドラマ CD、貼ってあります。まあ、こちらからぜひ皆さんダウンロードしてみてください。そして今回、ボイストリップの公式ツイッターも作らせていただきました。まあ、こちらのツイッターではですね、ドラマ CD が販売されましたとか、販売状況こんな感じになってますとかね、あと何日に発売されますとか、まあ、そういった、ドラマ CD にまつわる情報をつぶやいていく予定です。で、まあ、今回、記念すべきね、第一作目の販売ということなんで、まあ、なんかダウンロード記念ごとに何かしらやりたいと思ってるんですよ。100ダウンロードで何かするとか、300ダウンロードで、抽選何名様にオリジナルボイスメッセージとかね、まあ、そういうのをやりたいなと思ってます。まあ、そういった情報も、公式ツイッターの方から、ツイートしていくと思いますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そうですね、まあ、ちょっとね、どんな感じになるかはわからないんですけど、そうだな、1000ダウンロード？いや、絶対行かないよ。絶対行かないんだけど、絶対行かないと思って言いますけど、1000ダウンロードされたら、滝行してきます。もしね、もし1000ダウンロードされたら、エドが滝行に行く動画をアップします。いや、行かないからね。1000ダウンロードなんて絶対に行かないから、これは言います。はい。ただ、もしね、エドに滝行させたよって方がいたら、もういっぱいダウンロードしてくださいね。はい、まあそんな感じでですね、音声サークルを立ち上げましたというお話でございました。ほぼ100の可能性で YouTube より過激なものになると思います。もしかしたらね、年齢的に見れない方も、いるかもしれないんですけれども、その方はちょっと成長を待ってください。こんな感じで、エドはですね、51として、まだまだいろんなことをチャレンジしていきたいなと思ってます。そして、もう一度言うんですけれども、ボイスドラマは引き続き、これからもいっぱい出します。むしろ、このドラマ CD の制作を始めて、結構ね、有料の効果音ガンガン買ったりとか、BGM 買ったりとか結構したんですよ。で、編集も、ちゃんとした編集ソフト導入したりとかしたんですね。で、これ結局、YouTube の方にも使えるので、ウィンウィンなんですよね。YouTube のボイスドラマのクオリティも上がるし、ドラマ CD も作れるしっていう、もうめちゃめちゃいいね、このサイクルになってるんで、まあ、YouTube の方も引き続き、楽しみに待っていてください。いや、やりたいこといっぱいありますからね、本当に。僕昔からさ、55歳になるまでに小説をね、ずっと書こうって話をもう昔からしてて、昔はさ、10年後とか、いつの話みたいな風に思ってたんですけど、気づいたらめっちゃ締め切り迫ってんだよね。わぁ、これやらなきゃ、あれやらなきゃってことが、いろいろ溜まってるんですけれども、まあ一つね、この、音声サークルを立ち上げて、いろんな声優さんにご協力していただいてとか、いろんな人と一緒にっていうものをね、ようやく一つ発信させられたかなということで、まあ、ちょっと、こういう風に報告できたのも嬉しく思っております。あとね、なんだ、言わなきゃいけないこと。あ、そう、ボイストリップちょっとね、全然人も足りてなくてですね、さっき言ったように、いろんな声優さんにご協力していただきたいということですので、まあ、今後、江戸の方からですね、まあ、もしかしたら、いろんな活動者の方とか、声優の方とかに、ご協力お願いできないですかっていう旨のメールが飛ぶかもしれません。まあ、あと編集とかね、まあ、なんかディレクションとか、まあ、いろんなとこ含めてね、なかなか人も、ね、これからちょっといろいろ集めていかなきゃなとは思ってますんで、もしね、なんかお願いのメールが行った方とか、いらっしゃったらね、これ見てる方の中に、温かくね、ぜひ、温かいご返事をいただけるととっても嬉しく思っております。ということで、以上、
エドの報告動画でございました。ぜひ皆さん概要欄の方からドラマ CD のチェックと公式 Twitter のフォローをお願いいたします。ということで、何卒何卒。